皆さんこんにちは。納付についてのお知らせです。固定資産都市計画税第4期分、国民健康保険税第9期分、介護保険料第9期分の納期限は2月28日火曜日ですので、納付はお早めにお願いします。口座振替での納付は納め忘れの心配もありません。ぜひ便利な口座振替をご利用ください。お問い合わせ先ですが、固定資産都市計画税については伊丹市収納管理課まで、国民健康保険税については伊丹市国保年金課、そして介護保険料については伊丹市介護保険課までお願いします。それでは伊丹だよりスタートです。まずは市政情報からお送りします。藤井加奈子さん、お願いします。お願いいたします。昨年夏にもこのコーナーでご紹介しました伊丹市の生物多様性に関する取り組みですが、全国の自治体の取り組み状況を評価するランキングで伊丹市が見事1位を獲得しました。昨年11月30日伊丹市は生物多様性の取り組み状況に対する評価で全国ランキング1位に選ばれました。これは三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングが都市の生物多様性指標研究会とともに全国の自治体の生物多様性の取り組みの現状と取り組み状況を評価したものです。今回は伊丹市緑自然課の花田さんにお越しいただきました。花田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはこの度は自治体ランキング1位おめでとうございます。ありがとうございます。この生物多様性に関する調査のランキングなんですが、そもそもどういった目的で始められたんですか？はい、今の日本で、生物多様性これが注目されるようになったのはですね、2010年に愛知県名古屋市でCOP10と呼ばれる生物多様性に関する国際会議が開催されたからなんです。で、今回その生物多様性に関する自治体ランキングが発表されたんですけど、これは国土交通省が公表してます都市の生物多様性指標っていうもの、こちらに基づいて全国の665の自治体が同じ指標で総合的に評価しています。で、大きく分けて生物多様性のそれぞれの現状とそれぞれの自治体の取り組み状況の2つについて自治体を評価しているんです。で、伊丹市についてはですね、生物多様性の取り組み、こちらの表で高い評価をいただきました。生物多様性に関する取り組みに評価基準を設けることで全国の自治体の関心を高めようということなんですね。はい、具体的にどういった点が評価されたんですか？はい、伊丹市がですね、評価されたのは行政が住民の方々と、共同に一緒になって積極的に自然環境の再生や保全に取り組んでいることが評価されています。平成18年より伊丹の自然を守り育てる会、こちらの団体と一緒になって、小池公園を中心とした、自然環境の再生とか保全活動に取り組んでいます。で、この活動は、伊丹市内の企業の方であったり学校の方とも連携して、市民の方々、企業の方々、学校の皆様で行政と行ったり進めるプロジェクトとなっております。伊丹の自然を守り育てる会は主に3つのグループ、川深い、池深い、森深い、こちらの3つの深いで活動をしています。川深いではホタルの再生活動を、で、池深いでは環境省の絶滅危惧種に指定されておりますオニバス、こちらの保護繁殖で、森深いにつきましては樹林の再生やそちらの管理の方を行っております。他にも評価された活動はありますか？本市ではですね、市民の方々の身近なですね、生物多様性、こ
こちらへの関心を深めていただくために、平成26年から生物多様性市民講座といたしまして、伊丹生き物マイスター講座というものを開講しております。でこれはですね、伊丹市内に残された自然についてですね、さまざまな分野の専門家の方々をお招きさせていただきまして、広く伊丹市内の生物多様性について学んで関心を持ってもらう機会としております。それからですね、伊丹市環境審議会、こちらの中にですね、緑環境部会というものを設置させていただきまして、で私ども の, 行政計画、こちらにつきまして、学識経験者の方々、事業者の方々で、教育関係者の方々や市民活動団体の各代表者の方々とともに、私どもがやってます事業等の進行管理を行っていることも高く評価された点であると考えております。たくさんの人の手で伊丹市の自然環境が守られ、その活動が今回しっかりと評価されたことを嬉しく思います。原田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。実際に伊丹市内で行われている自然環境の保全再生活動の様子も紹介しましょう。今回は伊丹の自然を守り育てる会が進める伊丹緑地の緑化活動の現場にお邪魔しました。この日行われたのは竹林の伐採作業です。竹を取り除くことで林に日が差し込み、樹木の根や低い木の成長を促します。伊丹の自然を守り育てる会森部会では、毎月2回こうした自然環境を保護・保全する活動を行っています。それでは私もお手伝いに参加させていただきます。これは一番下を切ったらいいんですか？結構力いりますね。切れました。切れました。すごい大きい。結構重たいです。作業中すいません。はい、この会に参加されていかがですか？楽しいですよ。どういったところが楽しいですか？木切るのが結構好きなんですね。会社定年になってから割とこう体を鍛えるみたいなのがないんですけど、これやってるとちょっとは鍛えられるかなっていうところもあるし、とりあえず外に出て体を動かすのが大好きです。それはやっぱり植えた木が丈夫に育ってくれればね、で花が咲き実がなり、ね、秋には葉っぱが落ちると、そういう季節感を味わってね、行けたらいいなと思いますけどね。この会に参加されたきっかけは？そうですね、企業の社会貢献ということで、地域のをですね、役に立てることがあればということで、2008年からですね、この森部会には参加させていただいております。公営局公園もあります、いろいろな緑があるんですけども、やはり日々、通勤する時とかにですね、やはりそういった緑が生き生きとしていればですね、やはり手伝ってよかったなということがありますね。やはり日頃からそういった接するところで、どんどんと変わっているところを見ると、やっぱりやっててよかったかなという感じはします。伊丹の自然を守り育てる会森部会の部会長高木さんにお話を伺いします。高木さん、よろしくお願いします。はい、高木さんが所属する森部会はこれまでどんな事業を行ってきたんですか？はい、森作りをやってる会なんですけどね、主に小焼公園で、小焼公園の中に野鳥の島という池の中に島があります。日本列島の形をした島ですね。この野鳥の島は昔は木が樹林帯があったんですけどね、カワウという鳥が増えましてね、その糞で木が実が枯れてしまった経緯があるんです。それでそこの樹林帯の再生をしてます。もう一つはその池の北側にある樹林帯、ここは非常に特徴的な
試みをやってるんです。トウネズミ餅のような常緑樹を全部切ります。その後に落葉樹、綺麗な花の咲く低木とかね、コナラとかね、クヌギとかそういった落葉樹を植えていきます。種もこの近郊の里山から取ってます。で種から苗を育てて、それで森にするところへ木を植えてるんですね。それと伊丹市の古木、巨木、由緒ある木、そういった種も取って、それから苗を育ててます。里山というのはね、今はもうほとんどのところなくなってきたんですが、それを再生し皆さんに楽しんでいただける樹林帯にしていきたい、森をにしていきたいなと思ってます。伊丹市が生物多様性に対する自治体の中でランキング1位になりましたが、活動が評価されていかがですか？もうとても嬉しかったです。力を合わせるとね、こんなにも大きな成果も上げることができるんだなということをね、再認識した意味でも非常に嬉しかったです。高木さん、ありがとうございました。さて今回は自然環境の保護・保全を進めている伊丹市の取り組みについてご紹介しました。伊丹市ではこれからもこういった活動を広め、市民が身近な自然に触れ合えるまちづくりを推進していきます。今回ご紹介した取り組みに関するお問い合わせは伊丹市緑自然課までお願いいたします。今回は伊丹市の生物多様性に関する取り組みが全国の自治体ランキングで1位になった話題でした。伊丹市では策定された生物多様性伊丹戦略に沿って、伊丹の自然を守り育てる会などの市民団体を中心に、環境の保全活動や市民への啓発活動を進めています。今後もこうした活動をもっと地域に根付かせて、さまざまな生物が町の自然の中で育まれるようにしていきたいですね。市政情報担当は藤井加奈子さんでした。ありがとうございました。